暑苦しいわ。この上なく暑苦しい。ちょっとマスター私のそばに300キロ以上の筋肉を近づけないでくださるヘラクレスがいるなんて頼もしいこと限りないけれど。バーサーカーなのは残念ね。話が通じませんもの。バーサーカーとして狂乱しながらも知性を残している。さすが英雄ヘラクレス。だから、 そんなに気まずそうにしなくてもいいのですよ。の、ヘラクレスか。大丈夫。味方、味方、味方。いや、しかし、一度くらいは戦ってみるのもいいんじゃないかって俺は思うんだが、ダメか。ダメ。ちぃ。ヘラクレス。我が姉、ね、ヒッポリュテの仇。 おお、最強の英雄、ヘラクレス父ではないが、我が父がごとき男。彼もまたローマであろうさ。妹よ。我らはかの船で冒険したこともあったな。ええ、兄様。あったわ。ヘラクレスは、実に良き戦士でありました。まったくだ。いや、待て、妹よ。 お前まさか、俺の知らぬ間にヘラクレスと。違います。殺しますよ、兄様。ヘラクレス。本当の英雄。本当の勇者というのは、あれのことを言うのでしょうね。理性を失っているのが残念だけど。ヘラクレスヘラクレスじゃないか ははは愛も変わらずのしかめっつら逆に安心するなよしあとは貴様に任せたぞいつも通り、ちゃっちゃと片付けてくるがいいヘラクレス、か。ふ、うん。噂から察するに、神話から少しは学んだようだな。大英雄は、死してなお神話を紡ぐ、か。 相変わらず惚れ惚れする肉体だなもっと難行に挑んで見たこともないような傷を負ってくれそしてそれを僕に見させてくれ随分とまたいやその姿も悪くねどちらかといえば好きだよ俺はとてもたくましく立派な肉体をお持ちのあの方ヘラクレスさん パンダでおられることが多いようですが、きらびやかな衣服は好まれませんでしょうか？<laughs> やっぱりバーサーカー強いね。